あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。次が氷雪エリアの最後。ほい、マネビトを連れて出発するか。出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリとヒヨー、イーナンアゴマサリとヒヨー、キエーイ。ほい、行こう。よし、この辺でいつももたもたと。ほらほらって。はい、氷雪エリアのと氷の神殿。手に入る材料は大蛇の牙とフリーザドの水。でも服もね、前回爆弾何も関係なかったけど、今回もこのまんまでいきます。氷の神殿1。もう早速アイテムある。ほい、ハンマーを手に入れた。 Y でドスンと一発。今回もハンマーだ。なんかファイアグローブだけ向こうの方にあったんやけど、あれはん？こっち？いや、こっち関係ないね。とりあえずこれを壊して進んでいけば敵とか出てこんやろうね。めっちゃ滑る。へい、ゴルピーゲット。あー、ちょっと待って、あいつらおりやん。ちょっととりあえずさ、この上のやつらポイってやっといてからの、ちょっと待って、あ、そっかそっか、マジか。へい、ポイってやっといての方のあの青の方が全然関係なかったね。まだアイテム取ってないやつらだったね。よし、一匹落ちた。よし、これでとりあえずここにハートがあるけん回復しといて。こっちは？あー、どうちょった。んーで、ちょっと待ってね。え、これは一体二手に分かれるってことかな。なんか向こうにも行く場所あるけど、ちょ、とりあえずこっちに。あれ、これは落ちない？大丈夫？落ちないんだったら、あ、上に上げれんやん。上げれんのか。ちょっと待ってね。じゃ、とりあえず一人で向かって。落ちたけど、え、これは空中でハンマーって使えるんかな。ちょ、先にあっち行ってみよっか。ん？先にあっちに行くんなら、ちょっとこっち。二人じゃないとこれは叩けないんだな。あ、あっこ。え、これってさ。あ、ちょっと待って。下。下で叩いて。これタイミング逃したらさ、あ、青関係ないや。タイミング逃したら落ちるパターンのやつじゃない。へい、ここ。おし、いけたいけた。で、あ、降りれた降りれた。びっくり。あ、ここ3人でコントいかんとこや。ってことは、こいつがハンマーを持っとるから、これで叩いた後こう。お、ナイス。で、こっち移動してきて、で、3人でスイッチを踏めばいいわけか。あれ、あっちの右側のとこのは別にまだ行く段階では。あ、なるほどね。ここでハンマーグローブが、ハンマーグローブ、ちげえわ、ファイアグローブ。 Y で火の玉。この辺ハートないんかな。あったあった、一つ。んで、なんかあっち側にあったね、ファイアグローブって。あ、そっか、あれを溶かして、溶かして渡っていけるってことかな。あ、こっち側にも行けるね。ちょっと待ってよ。ちょ、とりあえずこの辺ハートがあったら回復しときたいね。よいしょ。間違えた。よし、これで満タン。
で、ここから降りたんでいいってことかな。うん。おお、危ねえ、危ねえ、危ない。で、とりあえず、ハンマーじゃないんだよ。ハンマーじゃなくって、誰？青だ。ちょ、はい、あげる。んで、こっから、違う、こっち。あれ？ちょっと待って。ちょっとその赤下ろしといて、この上からポイッと。ね、これで、氷を溶かしといて、溶かしといてからの、あ、間に合わなかった。ちょっと待って、近くまで来といて。近くまで来といてもらって、で、これ、あー、ダメだ。ちょっと待ってね。真ん中を狙って叩いた方が、両方潰れるから。これで、なんてことだよ。待って。あれ？ああ、大丈夫か。これで、この辺。あれ？ハート結構長い間。よし、いけた。で、回復して、ああ、で、これで、大丈夫ということか。はい、ここ潰して、ああ、よし、いけた。ああ、よかった。あ、で、ちょっとハート。ね、ハート。じゃ、全然関係ないよ、そっち。よいしょ、ルピーか。5ルピーゲット。よし。で、氷の神殿に。んで、ここはとりあえずトーテムして進んでいくよ。お、あ、これまた割れるとこや。お、しかもなんか、待って、橋が外された。あー、あいつらや。ちょっと待って。これは、炎。あ、そっかそっか。これでやったら、穴が開くから、落とせるんじゃない？落とせないっすか？ほらほらほら。復活したし。お、いったいった。こういう感じでやっていけばいいということかな。でも時間かかりそうだな。まあ、多少は進んでいってもいいか。多少は進んでいってもいいかなんだけど。ちょい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 。落ちた落ちた落ちた。多少も進んでいかない方がいいかもしれない。もしこれで2匹目。はい、3匹目。てか何匹おるんこれ。てかこれは、あ、割れるよね、割れるよね。一瞬ちょっと割れんのかなとか思った。周りのアイテムを取っていきたい。あの辺ちょっとね。どう？どうよ。うぇい、怖い。よし、いった。4匹目。んで？まだか。まだか、まだか。あと1匹ぐらい？もしかして。多分これやっつけたらね、進めると思うんだ。これさ、貯めたら遠くまで飛ばせるとかいうことはないんだな。オッケー。お、落ちた、落ちた。5匹いたのか。へい、いけた。で、ちょっと真ん中の氷を溶かしてハートを取っておきたい。よし。ゴルピー。んーで、はい、みんな行こう。行こうぜ。んー、あともう周りアイテムないね。オッケー。あ、ここに壺がいっぱいある。ハートハート回復しとかんとね。え、これ今ステージ2かな。だね。氷の神殿3。あ、写真撮っちゃった。で、あ、また雪玉がある。雪玉があるはいいんやけど、この杭の向こう側にとりあえずやっとくじゃん。
え、とりあえずやっといっていいのかい？凍った凍った。あ、これを、あ、そういうことね。とりあえずちょっと出して、一回出して、でこれを叩く。叩いたら向こうに行くでしょ。行って、で、あのこれね、あの雪の玉で塞がれてる間に行かないとダメなんだよ。はい、来た来た来た。はい、あ、ここもやね。あー、ちょっと待って、タイミング早かった早かった。おー、ハートが3個しかないよ。雪玉、はタイミングが遅いんだな遅いんだな。よし、オッケー。これでちょっとこの辺ハートないですか。あ、1個ある。んで、ここ上に乗せとくことはできないのか。オッケーオッケー。で、ほい、上に上がって、ん？そこは出るの？あ、出るよね、やっぱ。で、ハート回復しといてからの、ん？これは横に動けるってことか。ここも連続で雪玉が来てくれたらちょっと助かるんだけど。しかも床滑るしね。この滑る床苦手だなぁ。でもなんか滑らなくなるようになる服とかあるみたいだけど、材料が足りないんだ。あ、とりあえず、あ、あそこからまた出る。あ、ここ滑らない。ここ滑らないはいいんだけど。ちょっと待って、その上にいたら、上にいたで危険だから。ここをやって、ここ。落ちたよ、一人落ちたよ。これさ、雪玉とこれのタイミングも合わせないといけないっていうのがね、ちょっとね、つらい。あ、上にいたら一応大丈夫なんだね。じゃあ次塞がれた時にちょっと緑と入れ替えて、よし、OK。で、次塞がれた時に青と入れ替えて、おーし、進めた進めた。んで、あっ、この宝箱があるけど、なんかいっぱいいるよね、なんかいっぱいいるよ。ちょ、とりあえずさ、あ、そっか、ファイヤー使える、ファイヤー、青いやつファイヤー使える。へいへいへい、こっち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 、なんか凍ったし、マジでマジでそういう感じ。全然来ないんだけどね、全然来ないんだけど、とりあえずつけとこう。よし、やったね。で、ちょっとハート回復しとこう。あれ、あっち側にもさ、ちょっと炎を、おー、ついたついた。あ、これで橋ができて向こうに渡れるわけだけど、ちょっとこっちに宝箱があるから、これをルピーか、20ルピーゲット。この辺でね、ハート3つとか来てくれたらいいんやけど。あ、これは回復できるかな。なんか最近、あ、待って、マジですか。氷の神殿4じゃねえわ、進んじゃったし。ちょ、とりあえずこの辺回復、まず一人で降りてって、あ、この辺は壊せんやつかね。なるべく稼いで、あ、これで OK か。で、あと二人、おーし、降りるよ。あれ、降りる、あ、そっか、こっちから降りれんのやね、こっちか。おー、なんか、アイスバルバジア、アイスバルバジア。発音の仕方がわからんけど。とりあえず二人、二人トーテムで追って、一人、これは、
回一回引っ込んで穴から出てくる感じ。でも一直線に来るんやね。なんかどっか穴から顔を出したらそっから一直線にやってくるって思えばいいってことで、そのなんか最初に出すさ息みたいなのは攻撃ではない？ウェイウェイ。なんかどの辺まで伸びてくるんかがちょっとよくわからんねえけど、毎回同じぐらいまでしか伸びてこんのかな。これは当たらんかった。頭じゃないと意味ないんかな。体とりあえずはなんか頭に鎧みたいなのつけとるけん、それを攻撃すればいいということかな。なんか前回のさ、あの氷のだるまみたいな感じで剥がれ落ちたり。どこ、おー、こっち来る。はい、来るよ来るよ。おなんか微妙に顔半分ぐらい割れたけど、あーってことは攻撃パターンが変わっ、凍ったんですけど。ちょっと待って待って待って、来い来い来い。あ、体も攻撃できるね、できるね。ちょい待ってね、よいしょ。あ、しかもなんか体攻撃したらハート出たんだけど。あー、尻尾に触れちゃダメな。ん、体の氷取れてきた。取れるんだこれ。なになになに今の。あ、なんか魔法の聖水出たよ。魔法の聖水かなんかなこれ。なんかそんなアイテムドラクエやった気がする。あれ、氷また復活した。これは一体どういう状態なんだ。とりあえずちょっと場所に当たりをつけて。でも多分ね、弱点は頭だと思うんだけど、どうだ。あ、巻かれる巻かれる。待って待って待って、よいしょ。これでちょっとずつさ、体の氷が剥げてくんだよね。ほら、うお。でもって体の氷が剥げたらハートが出てくる。ほら、でさ、穴に入って出てきたらまた氷が復活してるんだよね。ちょ、なるべくさ頭攻撃した方が多分いいんだよねこれ。あ、危ない危ない。てかゲージがどこ行った。あー、おったおった。これギュッて締め付けられることはないんかな。真ん中におったら安全ですか。安全ですかって誰に聞き読んだ感じやけど。ハートが出たんだけど、欲しいんだけど、ちょ、出してくれないかい。全然安全じゃねえな、取れない。てかさ、すごい離れたとこから叩いてもさ、 あっちには行けないわけね。ふんふん。やっぱ中に巻かれちゃダメだね。こう周辺から叩くのがいいわけだ。ちょっと叩けねー、全然なんか的外れてんだけど。あ、なんかこの辺から出てきそう。ちょ、ハートが欲しいんだ。てか視点が、なんか視点がさ、敵の視点というか視点じゃないね。あ、やばい、尻尾には当たっちゃダメなんだね。ん、なんか顔半分取れてない、気のせいかな。あんなもんだっけ。うーわ、そっから来る、そっから来ます。あ、巻かれるパターンだよこれ。外側にいないと、外側にいないと巻かれるよ。で、もうちょっと、それ体の氷削ってるだけだからね。よし、頭痛い今の。お、割れたよ割れたよ。いや、あの割れたのはいいんですけど、ちょい待っていただけないでしょうか。あの、ちょっと待ってね、この炎の方は効かないの。ちょっと待ってね、ダメ。ちょい待ってちょい待ってちょい待って、怖い怖い怖い。ピキーンって言った、なんかね、なんかピキーンって言ったよ。
ん、とりあえずなんかそんなに近づいてくることはないのか。攻撃したら一旦どっか行くな。ねえ、なんかピコンピコン言ってるウルトラマン的な。ピキーンって言った、また。ピキーンって言った時に来るってことかな、こっちに。めっちゃピコンピコン言ってる。ねえ、なんかトグロ巻き出した、トグロ巻き出した。なんかさ、こう自分中心の絵にならないんだけど。なんかめっちゃモンスター中心になってるよね。そういうもんなの。でも多分もうちょっとやったよね、あれ。へい、氷の神殿4。んーで、あ、とりあえずさ、あ、ちょっと待ってね。間違えた。今の感じでちょっとさ、こいつ上に上げとこ。あれ、首根っこが。はい、来たよ、向こうに入れ替わって。とりあえずこれで回復して、てかあれだね、なんかそっち私じゃないけど、そっち私じゃないけど、マネ人に向かって攻撃しまくってる、あいつ。ちょい待って、あ、この辺もうないんか。あ、あったあった、1個。こっちだよ、そいつ動かないからね。ほら、超食おうとしてるけど。てか、てことはさ、赤のマネ人をちょっと、はい、入れ替わって。こうやってさ、近くにやっとけばいいんじゃないの？ね。なんかさっきから、下にいる赤のマネ人をさ、すごい攻撃してるから、だったらそいつを近くにやっておけば、なんかおびき寄せる餌みたいに。ね。なるんじゃない？この辺とか。置いておけば、ほら。この辺、ちょっと、もうちょっとこっち来てよ。よし。てか、あの尻尾のさ、氷がさ、なんか溶けたり復活したりしよることない？ねえ。お？てか、引っ込めよるんかな、あれ。どういう意味があるんやろ。よし、来い来い来い。ゲージ溜まるの遅いな。ほら。ほら、タイミング。早く溜まってくれないと。もうちょっとこっち？かな？よし。そうそう、なんか、ちょっと、定期的にこっちに来てくれるようになった。から、これで、何回ぐらいやったらできるかな？よし。ここの位置から打ってたら、流れで、あ、ダメだった。んで、またちょっとタイミングが。よし。お、トグロ巻き出したぞ。ね、主人公動いてないのに、モンスターが動いたらすごい画面動くんよね、これ。どこにピントを合わせているのだろうか。モンスター？ほら、主人公がこんだけ端っこにおるってどういうことよ。よいしょ。当たらねえ。でも結構当てた感じするけど。あとどれぐらいやろ。ちょ、もうちょっとこっちに。どの辺？この辺？なんかさっきからちょっと位置変わったよね。微妙に回る位置が変わりよる。お、当た、あ、なんか点滅しだしたよ。点滅しだしたってことは多分もうちょっと。めっちゃ紫。毒々しい色になってきた。よっ。さあ、どうだ。もうちょっとか。あ、動きがまた変わった。お、いったね。やった。イエーイ。マネ人にも寄ってきてくれるパターンのやつやったら、それをちょっと餌みたいにすることも。まああれか、それは一人じゃないとできんパターンやけど。よーし。じゃないと一人が犠牲になるということに。ん？あとの一人は、あ、緑が向こうにおるんか。よし。へい。
い、今回はどのアイテム？これ。大蛇の牙を手に入れた。お、さっきの？あ、なんか一個だけのやつがあるな。氷の神殿クリア。イエイ。よかった、一匹だけで済んだ。あ、これね、なんかよくわからんとこで取ったやつ。新しいエリアがオープンしました。マダムテイラーに服が追加されました。新しいエリアが追加。あ、そっか。氷雪エリア、だってこれ、そっか、氷雪エリアまでしか出てなかったもんね。なるほど。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。次回は何エリアになるやろうか。